2019年末に世界で初めて患者が確認された新型コロナウイルス感染症は、世界中に拡散し甚大な被害をもたらしました。これを受けて理化学研究所は2020年4月文部科学省と連携し、新型コロナウイルスの対策に貢献する研究開発にスーパーコンピュータ富岳の利用を開始することを発表しました。富岳は2021年度の供用開始に向け開発・整備が行われていましたが、一部の機能や設備にて試行的利用を前倒して開始することになりました。そのような中、2020年5月13日富岳の計算機ラックの最後の1台が神戸市にある理化学研究所計算科学研究センターに到着しました。2019年12月3日より設置が進められてきた富岳、この日432台すべての計算機ラックの搬入が完了しました。後日、富岳に富士山をイメージしたパネルが取り付けられました。今後、2021年度の供用開始を目指し、各種の調整作業等を行っていきます。